新庄清宮くんはベンチでぼーっとしてるし、また太ってきたからレギュラー確定じゃない。日本ハムは3日、札幌市内で2023シーズン開幕スペシャルパーティーを開催した。監督、コーチ、選手約50人と約200人の関係者が出席。トークショーに登壇した新庄剛志監督はレフト、4番、開幕投手、優勝を現時点の確定事項に挙げた。キャンプからアピール合戦が続き、オープン戦は2連勝。熾烈な定位置争いが続く中で松本剛志のレフト、野村の4番、内定済みだった加藤隆志の開幕投手を確約した。続けて清宮くんも入れたかったんですけど、たまーにぼーっとしている時間が長い。あと少し太ってきたのが気になる。怪我につながりそうな予感がある。もう一回絞ってもらえば、入ってきますと話し、会場を盛り上げた。なんでキャンプで猛練習しながらリバウンドしてんだよ。だから練習試合とかでもすぐ交代させられてたのか？あんなにしんどそうに練習してたのにそれでも太れるってある意味才能だよな。こいつに関してビブボ式育成が正解やしな。清宮周りも引くほど飯食っちゃうのほんと好き。清宮って食べる量も多いけど食べる速さはめっちゃ遅いんやってな。昼も夜も一食2時間以上かけて食べてるらしい。たまーにぼーっとしている時間が長い。試合や練習に集中してないってことなんか？いまいち状況がわからんな。杉谷高が言ってたけど、清宮はミーティングとかでも一人だけ話してるコーチや監督と違うとこぼーっと見つめてるって言ってた。清宮って忘れ物多そう。